ファミリーコンピューターに夢の大冒険ゲーム、スーパーマリオブラザーズ。秘密の力で大きく変身。地上に、地下に、海に、空に、次々に展開する不思議な世界、スーパーマリオブラザーズ。ますます燃える必殺のカンフースパルタン X。 ファミリーコンピューターにレッキングクルー。邪魔者をかわして次々に壁を壊し、ビルを解体。100の画面に挑戦。何面クリアできるか腕比べ。好きなキャラクターを使っていろいろなオリジナルゲームも作れるデザイン機能内蔵。ファミリーコンピューターのレッキングクルー。スーパーロボドッグマン。世界の平和のため7つの武器を駆使して悪のロボット軍団を倒せ。アイテムいっぱい、楽しさ抜群。スーパーアドベンチャーゲーム、ファミコンソフトドッグマン。12月17日新発売。カプコン。無限界の危機、バリスの剣を手に戦え有子。魔王ロムレスを倒すのは君だ。ゲームソフト無限戦士バリス、8月21日発売。眠らせない。待ってました。プラムのファミコンソフトに五右衛門とぼじょを、二メガの嵐にコマンドが飛び交うのだ。コナミのからくり道中、アシンドボジョボ。コナミ。あなたのためならどこまでも。ファミコンソフト、たけしの挑戦状、新発売。台東。さあ、君の手でラムを過去から未来へワープさせよう。ファミコン、うるさいやつら、ラムノースウェディングベル、新登場だっちゃ。超人23名が繰り広げる地獄のバトルロイヤル。すべての必殺技がここに炸裂する。メタマッスルスパーク。ファミコン用ディスク、筋肉マン、筋肉性多い争奪戦。フォーマーがファミコンになった。コンボイが死んだ今、この謎を君は攻略できるか。ファミコンソフト、トランスフォーマー、コンボイの謎。ファミリーコンピューター登場。カセットを挿入するとカラー52色の鮮やかな画像。コンピューターを相手に麻雀、五目並べ、そしてポパイ、ドンキーコング。2人で楽しめるマリオブラザーズなど10種類。ポーズボタンと切り替えスイッチで簡単にテレビ番組に変わるテレビ共存タイプ。家族揃ってファミリーコンピューター。カセットの時代からディスクカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューターディスクシステム。本体にラムアダプターとディスクドライブを接続し、3倍の能力を持ったディスクカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身。500円でいろんなゲームに書き換えができるのよ。ファミリーコンピューターディスクシステム。ニューライフシャーク。これがツインファミコン。1台でカセットもディスクも楽しめる。画面もくっきり。シャープツインファミコン。FM 音源 3D 機能搭載、セガの人気ゲーム100が遊べるマスターシステム誕生。ニューソフト、エイリアンシンドローム。セガマスターシステム。セガ。最近ゲームがつまらない、たまらない、そんな噂が飛び交ってるけど、それはソフトのせいじゃない。ハードに限界があったからだ。セガメガドライブ16ビット CPU 搭載。限界のバリアをぶち破って、見せる、迫る、うなる。ビジュアルショック、スピードショック、サウンドショック。時代が求めた16ビット、セガメガドライブ。セガ。
2つの頭脳が同時に動く、2つの頭脳が同時に動く、2つの CPU が同時に動く、未来製のパソコンテラドライブ、楽しい、賢い、セガ。エキサイティングホビーマシン PC エンジン、 NEC から発信。Together, deal. Ebony and Ivory, together having fun. PC Engine, do not feel. It's time to cracking, your city done. PC Engine, do not feel. You can look at the bright side of your life. 家中楽しい、ソフトいっぱい、 CD-ROM ゲームマシン。 PC Engine, do not feel.アニメーションゲームマシン DCFM。 ロケットパンチ、落ちろ、チェンジゲッターワン、スイッチオン。ドラマチックシミュレーション第2次スーパーロボット対戦、バンプレスト。史上最大のドラマチックシミュレーション、スーパーファミコン第3次スーパーロボット対戦、バンプレスト。この星の明日のためのスクランブルだ、守れ友を倒せ敵を、第4次スーパーロボット対戦だ。聞こえるか嵐に吠える戦士の声が、ロケットパンチ、グーダッシャー。プレイステーションで出撃、第4次スーパーロボット対戦 S。 見極めねばならないこの戦いの真実の姿を、スーパーファミコン、スーパーロボット対戦 EX、 バンプレスト。64ならではのド迫力 3D バトル、完全新作ストーリー、夢の合体攻撃システム搭載、任天堂64ソフト、スーパーロボット対戦64。名人がゲームになった、ハドソンのスーパーコミカルアクションゲーム、高橋名人の冒険島、制作会長。スケボースイスイ、愛しのハニーちゃんとペアになればもう無敵、バッタバッタと敵をなぎ倒す愉快な愉快な冒険物語、高橋名人の冒険島。いやー、お待たせしちゃってすいませんね。 By ハドソン。あれれ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 、帰ってきたぞ、5年ぶり、アドベンチャーアクションの大傑作、高橋名人の冒険島2。8つの島で大暴れ、そこのけそこのけ、名人が通る。専用ソフト、高橋名人の冒険島2。 By ハドソン。ここは平和の国、アドベンチャーアイランド。そこへ一機の UFO が。またまた登場、元祖アクションゲームの貫禄、高橋名人の冒険島3。 By ハドソン。出たー、高橋名人の新冒険島、元祖アクションゲームの王道を行く超面白ソフトがついに PC エンジンに初登場。エキサイティング&ハッピーに君のハートにズキュン、エンディー用ソフト、高橋名人の新冒険島へレッツラゴー。 By ハドソン。世間は豪華にバカンスですよ。行きたい。
新春この一本、おなじみ名人が南の島で大暴れ、スーパーファミコン第1弾、どうし名人の大冒険島 by ハドソン。 by ハドソン。新春君のスーパーファミコンはエキサイトするぞ。トラップだらけのアクションロールプレイング、高橋名人の大冒険島2、買わなきゃハドソン。その日、セガエンタープライズ専務湯川秀和は驚くべき街の声を耳にした。セガなんてだってよな、プレスの方が面白いよな。そうなのか、なんてこった。止めてくれ、一人になりたいんだ。セガなんてだってよな。ごめんなさいよ。おかえりなさ、どうなさったの。立つな湯川専務。本当かい？はい、セガは変わりました。変わった変わった。そうか、セガが一番面白いよ。いや、おじさんホッとしたよ。嘘だよ、セガなんていらないよ。いらないいらない、帰ってプレステやろう。いらないよ。おー、待ってくれ。センム、センム大丈夫ですか？あ、はあ、爪が折れちゃった。立つんだ湯川センム。落ち込んでいた湯川秀和についに朗報がもたらされた。セム、ドリームキャスト完成しました。そうか、ありがとう、ご苦労さん。できたよ、ついに。おめでとうございます。勝負はこれからだがな。お席飯炊いときますから早く帰ってきてね。これでもう CM に出なくていいわね。うん、なんだよ、前知らねえのかよ。ドリームキャストってすげえんだぜ。よしよしよし、早速参りたいと思います。それではセム、どうぞ。セム、セム、セム、セム。CD? 歌って言うなら歌うさ。やろうじゃないか、みんなのおもちゃに。なってやるよ。しかしな、本当にドリームキャストのことを考えるなら、300万ポリゴンの究極の画像、インターネット、通信ゲーム対戦、そういうことを伝えなくていいのか。わしは間違っとるか。売れるのか、ドリームキャストは。対策はあるのか。あるって聞いたよ。湯川君、ついにドリームキャストが発売される。は、ついては草の根販売計画を滝沢君とやってもらいたい。滝沢と言いますと、営業二課の。いやいや、タレントの滝沢君だよ。は、よろしくお願いします。え、それから88枚の名刺が交換され、計画は実行された。ドリームキャストいかがですか。おじさん普段何やってんすか。専務。専務がなんで。なんでだろう。ドリームキャストいかがですか。いいのかな、これで。すいません、ちょっと。あ、間に合ってます。すごいわね。すいません。あら、滝沢くん。売れましたよ、三つ子。あ、そう。くさいつ一人でやれんだよ。あ、中高年のつびは危険か。そうだ、皆さんお願いがあります。リアカーを引くこのおじさん見かけたら、専務一つくださいと言ってあげてください。ドリームキャストいかがですか。専務一つください。あ、はい。ドリームキャスト売り切れ。嘘。湯川でございます。この度はドリームキャストの生産が追いつかず、誠に申し訳ございません。何とかしてよ。はい、この責任を取りまして、私専務を降格となりました。降格。どうしてあなたが責任取らなきゃいけないの。なんでだろう。そんなの関係ない。言ってくれ。もっともでございます。しかし、いやー、おじさん、滝沢君、みんなごめんね。しょうがねえな。素敵。あなたの潜在意識の彼方に消えた。さあ、この方は誰。こじゃキノコの人。人間ポップ。残念、この方はあの CM の。また専務。今だ、専務。すいません、皆さん、ドリームキャストが品切れで大変ご迷惑をおかけしましたが、ようやく生産が間に合いました。やったね、専務。これは CM です。あの人の今。トリコさん。セガのロボピッチャが来た日、お父さんは変わった。ストレート、カーブが自由自在。野球にテニスにセガのロボピッチャ。セガ。ときめきメモリアルがスーファミになったのよ。勉強とか部活とか恋愛とか。恋愛シミュレーション、ときめきメモリアル、好評発売中。CD 付きよ。From Konami。
恋なんてゲームよ。ゲームも恋なの？恋なんてどこでも見つかるわ。どこにでもある恋なんか拾いたくない。でも恋の形は変わる。ゆうきくん、ドキときめきメモリアル2、ゲームで恋。コナミ、声あげる。はい。好きとか嫌いとか最初に言い出したのはダメなのかしら。駆け抜けてゆく、そこにはないときめきがあります。ときめきメモリアル3。コナミ、僕と恋しよう。発売。コナミ。みんな、画面を見てわかる？伸びる縮む新世代ラバーリングアクションゲーム、海原かわせ。 DMN から12月23日発売。どう？チャレンジしてみない？お兄ちゃん、何してるの？え？ゲーム作ってんだよ。見せて見せて。君だけのオリジナルゲームが作れるデザインも。私にも作れるじゃん。アテナ。山村美沙サスペンス、金銭か京江皿殺人事件もすごい。何だよ。トイレの中でのくさい戦い。とにかく変な奴らがたがってたがってたがりまくる身をてきそうなドタバタシューティングゲームの登場だ。トイレキッズ。メディアリング。極端な例ですが、こういうファミコンファンが増えてます。もうこれはゲームじゃない。中国ファンドも株式も今日から毎日ファミコンで。日興のホームトレードワン FC。私と株式との新しい交際が始まる。ファミコンで株式投資、サンライン F2、山一証券。